オッケー、抱え撃ち。オッケー、2枚やった。オッケー、3枚やり、3枚やり、3枚やり。オッケー、4枚やり。4枚やってくれ。はい、どうも、ナナトだよ。今日はね、プロモデラー PG を使ってね、ガチマッチやっていこうと思います。通称、同モデラーでね、このサブとスペシャルがめちゃくちゃ優秀なんですね。だから、このメインのね、覚悟の、性能が少し微妙であってもまあなんとかいけるって。で、ギアはね、こう、イカ速、スペゾー、スペゲン、スペーンとね、こう、こんな感じで、ダイオウイカをね、生かす感じのギアになっています。今ね、ガチ歩行なんでね、こうね、歩行を守る役割と攻める役割、どっちもできたらなって思います。数量やっていこう。はい、マッチングいたしました。デカライン降下したのガチ歩行バトル。よし、やっていくぞ。よし。お、いいんじゃない？まあ、敵にチャージャーがいるけど怖くない。いいチャージャーがいても怖くない。ガチョコはね。ガチョコそんなチャージャー恐れることないから。よし。行くぞ。さあ、開幕割れるかな。割れそうですね。さあ、チャー詰めてる。起きないっすよ、ここ割ってる時も常に周りを見ることが大事なんで。さあ、チャリここは。待ってて。触ったところすかさぐ。さあやっていくと。危ねえ。しっかりホッパー割っていくと。さあ割れるかな、これ。割れそうですね。しっかりこれ持っていきたい。わあ、くそー。俺が持ったと思ったら味方持ってた。あるあるですね。自分が持ってたと思ったらまさか味方が持ってるっていう。で、ホコと一緒にやられるっていうね、あんま良くないパターン。うーん、まあよくない。まあ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 ね。デカラインの、デカラインって割とカウントお互い進まないで防衛気味になることあるんで、まあ64でも悪くはないかな。さあ、ここ一回歩行しっかりやっていきたい。歩行所に注意して、さあ、さあ歩行しっかりやっていきたい。さあ、通信もやっていくと。さあ、ここは持つかな。さあ、さて、後ろ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 。ああ、抜かれるか。さあ、ここでチャージャーしっかり抜いてきたな。さあ、ここはしっかり持っためたいところだけど、ここ持ったんで何も対応は溜まっていけないと。さて、しっかり塗っていくか。しっかり防衛していきたい。塗って防衛と。さあ、ダイオウイカ貯めたいな。64なんでね。バーン、入手したな、しかも。さあ、いや、さあ、いない。さあ、ダイオウイカ貯まった。ダイオウイカ。あ、やれるかな、これ。オッケー、ナイス、危ねえ。とりあえず、あ、ホコじゃないのやったのか。まあ、これで味方がホコやってくれたら OK。さあ、しっかり、こう、ちょっと前線上げたいけど。上がんねえな、これ。さあ、どうしよう、これ。本当につらいな。さあ、ナイス、ナイス。あ、そう、死ぬ。危ねえ。さて、オッケー、ナイス。ナイス、ここ持ち。ナイス、ここ持ち。ナイス、ここ持ちや。ナイス、ナイス、ナイス。さあ、しかし、ここで、また、しっかりダイオウイカ貯めて。この防衛戦ですね、完全に、この試合は。お互い進まないカウントをどう防衛するか。さあ、相手はまあ攻めなきゃいけないですけど、少し多少なりとも。やってると、多分。さあ、割っていって。さあ、しっかりまた、ポポ溜めていきたいな。ポポじゃない、ダイオウイカ。さあ、しっかりダイオウイカ貯めていきたい。もう、どうもであれ、はっきりしてダイオウイカで基本攻めるタイプなんで。ダイオウイカしっかり貯めていきたいんですけど。さあ、ここはしっかり。ナイス持ち、ナイス持ち。これ持ってくるのありがたい。さあ、持ってくれるとありがたいと。あー、これ入っちゃうわ。オッケー、2枚やった。ラッキーラッキー。敵がダイオウイカに気づいてなかったんで。危ねえ。なんとか生き残っているけど。さあ、これは、ナイス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 。さあ、1分。
なんとかなるか、なんとかなるかな。しっかりここ大雄化また貯めていきたい。大雄化を貯めていきたい。ナイス。さあしっかりここ大雄化貯めていきたいな。あぶねー、ちょっと怖い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 。しっかり大雄化でまた、もうあんま攻めたくないんだよここ。せめて大雄化を失うのが怖いんだよ。ナイス。でかいでかい。あー怖い怖い怖い。スパショー怖い。これで大雄化を失うのが一番怖いんだよ。オッケー。オッケー、危ねえ。逃げろ。これはもう攻めない、攻める必要ない、攻める必要ない。オッケー、終わりか。終わんないな。終わ、逃げ逃げ逃げ。ここはしっかり大雄化ためよう。大雄化、大雄化、大雄化ためれば勝ち。大雄化ためれば勝ちやで。大雄化ためれば勝ちやで。まあ、あーでも入地したな。さあ大雄化たまったと。さあほらったい、ナイス。これがね、銅モデの力ですよ。もうほぼダイオウイカだけどね、キル。キルほとんどダイオウイカだけど。まあ、これが銅モデ。ほこ。完全に防衛に強いね。攻めはあんま強くないけど、防衛がめちゃくちゃ強いんで、この武器。はい、11キル2です。それでは次の試合やっていく。はい、マッチングいたしました。デカライン降下者のガチョコバトル。よーし。まあね、これ。さあ、クイックボム大王以下ってね、そう、優秀なんだけど、矛割りが唯一弱いっていう弱点があるから、クイックボムだよね。まあ、大王以下は矛割り強いんだけど、なんか、開幕は割られるかもしれない。多分、そう、割ろうとするとね、もし割られた時にやられちゃうのがね、あれなんだよね。射程短いから。まあ、デカレイは開幕割られても大丈夫だから。まあ、とりあえず割れそうなんで割れますか。割れないっすね、これ。割れなさそうなんで逃げますか。これ、大王以下食べますか。ダイオウイカをね、生かすギアなんで、今日は。とりあえず、終わって。逃げますか。オッケー、相打ちかー。なんとか相打ちは持ってったけど、さて、味方が落ちてしまったと。味方が落ちてしまったと。何をしている。さあ、この状況で諦めるの早すぎじゃないか、少し。まあそれでも俺は頑張るぞ。あべあ、オッケーオッケー、危ねえ。さあさあ、ダイオウイカたまったんで、ちょっとこれは攻めたいところではある。さあどっかにいそうだけども、これダイオウイカたまってるんで結構ゴリゴリでいきますね。さあ降りてくる格好、多分左上にいるんですよ。あ、もうこれ槍大王か使えます。オッケーやった。オッケーオッケー。さあここで、さあ味方が来るの待ちたいところだけど、さあ味方来れないか。これちょっとしっかり塗り固めとくか。この間に塗り固めて攻める体勢を少し作っといてあげたい。ナイス、オッケーオッケーオッケー、いけるいける。さあ矛の道を作ってあげました。矛の道を作ってあげて、さあ立って立って、ここがリードできますね。はい、ナイスナイスナイス。あ、くそ、やられちゃった。オッケーオッケーオッケー。でもリードしたんでね。まあ、ダイオウイカああやって道作るのが強いんだよね、本当に。ガチョコ道作るっていう役割が強いけど、少し荒らされてるんでまずいっすね。これここら辺塗ってあげないとすぐ逆転されるんで。さあダイオウイカ貯めてしっかり防衛ですね、ここは。よし、この今日のギアは本当にダイオウイカ生かす。オッケー、1枚やった。さあやれるか。オッケーやった。オッケー、とりあえず防衛はできたと。さあホッカもう使っちゃったんでね、これ俺持ちますか。さあこっちからですか。じゃあやっていく。分かっているんだよな。さあもうこれ相手陣地にゴツって持っていきましょう。
よし、オッケーオッケー。これでオッケー。十分ですね、これで。よし、あとはまたダイオウイカを貯めて、しっかりダイオウイカを貯めて防衛します。この繰り返しですね、ガチョコは。ほんとリードしてたらで、あわよくばあれですね、攻めに行くという、基本的はあれですね、クイックボムでアシストでいいかと思います。さあやって、さあ2枚やって、さあ ダイナモ、さあナイスナイス、オッケーオッケー。さあこれでオッケー。さあまたダイオウイカ、あうマジかー、ここダイオウイカ貯めたかったな。お、いい味方、ナイス、めっちゃいいね。そこまで歩行進めてくれるととても、あでもちょっとダイオウイカ貯まらなそうだな、これ貯まるかな、しっかり塗れば貯まりそうやけど、ダイオウイカ貯まればいいんですけどね。これやばい、その保護所やべえその保護所はやべえわ。いやー、ダイオウイカたまんねえな、これこれちょっとまずいなー、これたまんねえんだよな、そうなると。ナイスナイス、味方ナイス、全落ちだ。さあこれはナイスや。さあこれはしっかり味方に持ってもらうか。さあしっかり塗ってダイオウイカためますか。さああそこら辺でやられるとね、結構危ないですね、ダイオウイカたまんないんで。だから絶対やられちゃいけない場面があるんですよね、この武器は。絶対ダイオウイカ貯める場面。オッケー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 。さあ、さあどうするの。さあ、ここは潜伏でいいかな。もう時間あと12秒なんでね。あー、ちょっと待って。さあ、矛の周りで。さあ、しっかり。降りてこないか。はい、俺が持つ。これですよ、どうもで。まあ、こんな戦い方ですね、どうもでは。基本的にはダイオウイカメインで攻める。ダイオウイカ攻め、ダイオウイカ貯めて防衛攻めって感じかな。これ強いからな。この攻めが、はい、10キル、これ、それでは次の試合やっていく。お、回線落ちで勝ってたんだな。はい、マッチングいたしました。ヒラメガオカ団地のガチホコバトル。よしね。このクイックボムね、めちゃ壁塗れるからめちゃくちゃ使いやすいんだよね、どうもで。ダイオウイカも強いし。よし、行くぞー。よし。とにかくね、あんまデスしちゃい、ゾンビ積んでないんで、あんまデスをしないような立ち回りをしていきたい。さあ、開幕は割れそうになさそうだけど、一応、割る試みをしてみる。割れそうですね。はい。さあ、裏来てるかな。さあ、1枚抜かれていくと。で、これちょっと引きますか。大丈夫か、溜めて。ここら辺塗り固めないと一気に進められちゃうんで。さあ、スパショの音がしたぞ。気のせいか。さあ、ここ塗ってあげて。さあ、あぶねえ。え、マジ？なになになに？ローラー？マジかー。ダイオウイカ溜まったのになー。ああいうね、抱え撃ち系の武器いるとき、あんま攻めちゃダメですね、ダイオウイカ溜まってても。体、せめて体さらけ出さないようにしないと。いけないっすねー。ダイオウイカ溜まったから、ダイナモンって一回敵倒すんですか。はい、1枚やってると。はい、やっていくと。オッケーオッケーオッケー。これでオッケーかな。さあ、持ってくれないですね。さあ、持っていけ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 。はい、44。いや、もう、あそこ上がれば一気に進むんですけどね。まあ、いいでしょう。悪くない。よし。これで、またダイオウイカ貯める。ここでダイオウイカ貯めるのが重要。ダイオウイカ貯めていきますか。オッケー、ナイス。さあ、ここら辺塗ってダイオウイカ貯めよう。さあ、ここら辺も塗ってあげてと。こうしっかりね、いろんな道作るの大事ですか、ガチョコ。ガチエリアよりも大事かもしれない。いろんな道作ってあげるっていうの。さあ、いると。さあ、ここら辺壁塗ってあげてと。さあ、いないと。いなさそうですね。さあ。さあ、ダイオウイカ溜まると。オッケー。さあ、確定数多いけど、こうしっかりガチョコショットかわしていけば。さあさあ、ダイオウイカ溜まったんで突っ込みますね。さあ、味方がやられちゃったけど。さあ、ここはどうするか。さあ、どうするかな、これ。
悩むなー。やってと。オッケー。はっ。さあケースも華麗に避けていくと。さあしっかり。オッケー。とりあえず引かせる。ああやられるか。くそー。いい感じに大王から引かせれたと思ったんだけどな。オッケーナイスナイス。オッケーオッケー。あ、いいね。味方がそうやってやってくれると。俺、さっきの大王かもね。やった甲斐がありますね。やった甲斐がありますね。よし、オッケー。44はでかいぞ。44はでかいぞ。おい。おっ。おっ。おっ。さあ、ダイオイカ貯めたい。さあ、裏に1枚いると。さあ、スパショット。さあ、スパショがいると。さて。あれはどう？ B モデラーか。さあ、ここは潜伏でいいかな。オッケー、ナイス。いいね。味方いいね。さあ、多分裏にまだいるんで、そこら辺ちょっと警戒しながら。ダイオイカ貯めたいですね。とりあえず、ダイオイカ貯めればね、一回防衛できるって考えれば。そういう考えでいいと思うけど、危ねえ、やられたかったー。さあ、ここは戦術かな。さて、さあ、どうするか。大王が溜まってんで、ここはあんま無理したくないところである。さあ、無理はしたくない、ここ。ここは絶対無理したくない場面。さあ、絶対。危ない。オッケー、ナイス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 。そこまで持ってくるのでかい。でかい、でかい、でかい、でかい。かなりでかい。さあ、守っていくと。オッケー、オッケー、オッケー。さあ、ここら辺しっかり防衛固めていこう。まあ、防衛に使いたかったけど、まあ、ここは味方進めてくれたんで。敵のスペシャルを減らすって意味の。さあ、あ、もう敵諦めてますね。もう敵諦めてますね。もうこういう攻め方が本当に強いからな。ダイオウイカあるべきや。もうダイオウイカで敵の矛をね、完全に封鎖するっていうね。もうこれ勝ちましたね。完全に。もう相手諦めてるんでね。諦めちゃうからな、あれ。はい、ナイス！敵を諦めさせるこの戦法ね。もうダイオウイカが強すぎる、本当に。ガチホコバトルは。潜伏すればほぼやれるからな、本当に。めちゃくちゃ強いよな、ダイオウイカ。だからね、スペゲンとか積むのがおすすめ。いざ死んだ時。はい、ロッキルさんです。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あと Twitter もやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。